三十番神小安岸下神最上位教王、大菩薩寺門、丸二三つ、柏門、立正道神教会は、神奈川県横浜市中区にある日蓮宗の寺院。横浜中華街の中にある唯一の仏教寺院である。日蓮宗広本山聖中山北家教授の宝脈で、ある立四法園に属する。旧本寺は、神奈川県横浜市西区にある平沼山久成寺。 一刀両村、日蓮聖人のほか、三十番神、小安騎士も神、企業騎士も神、大黒天、七面天女、美保高神、聖冠禅音菩薩、もがみ稲荷等を誕生する。昭和17年に、平沼山ん久成寺中高、第二世、妙高院ひぜが、関東大震災の殉難者の慰霊と横浜港の開港、横浜中華街の発展により激増した。 外国人に対する不況を目的として、横浜中華街内に改装した。その際に壮大に就任した増田家より30番心臓が寄進されたが、その霊言が誠に顕著であったことから、番神道の名で広く知れ渡り多くの参拝者で賑わったという。その流星ぶりは、立正道新協会に面する道路が、番神道通りと呼ばれていたことからも伺える。 これに伴い僧侶が常駐する必要が生じたことから、院大として、窓かこと院日民が任命された。昭和34年3月28日に、妙高院秘世が宣言すると、久成寺、第三世、妙精院美官が第二世となる。昭和46年4月7日には、院大円こと院日民が宣言。新たな院退として、県妙院費用を任命し、 昭和49年には道具を現在地に移転した。その後、宝光一新協会第四世であった、県高市院企業が宝刀を継承する。法は、火事器等、水国用等を中心とする不協伝道により、断信徒が増加する一方で、道具の老朽化が顕著となり、再建を発願。現在の約三軒四面の道具を混流した。その後、 平成10年3月21日に、県高市院企業が、平成22年10月9日に、第5世、税信院比治むが、それぞれ宣言。税信院比、治むの宣言に伴い、高道委員飛公が法道を継承した。平成26年3月21日に、県高市院企業の第17回期に採取でエランを制定。同じく、令和2年3月21日の、 第23回期に際し、院内であった、窓かこと院日民と、県明院費用を第2世、彼期第4世に、のぶまた、明生院美官を第3世、県高市院費用を、中高第5世、是新院費用を、中高第6世に、再の歴れし、自らは、第7世となる。立正同心協会の会期願を地下であり、 代々総大を務める横溝家は、日本塗装発祥の地、横浜における塗装業のパイオニアである。明治10年に、初代横溝木之助によって、しぶきが設立。明治31年、アメリカ式塗装術を習得した二代、横溝元次郎が、横溝元次郎と交点として、これを継承、山手、元町。 中華街等横浜居留地一帯の洋館や、償館の塗装を一手に引き受けた。この業績が横浜をして、日本塗装発祥の地たら占めたゆえんとなっている。さらに、昭和6年に3代、横溝武雄が継承し事業を拡大、業界の組合や、協会の諸事業に、積極的に参画する。昭和17年、平沼山ん久成寺中高、第2世。 病行医費税の求めに応じて、立証同心協会の改装に全面的に協力し、会期団落ちとなる。昭和23年には、合資会社、横溝戸高店へと発展。昭和42年には株式会社に改組した。また、元町公園に、塗装発祥の地記念碑を、本悟り時に、全国塗装業者合同慰霊碑を混流するなど、 業界全体の物心両面にわたる向上に多大な貢献を果たした。これらの功績が認められ、建設大臣表彰、王寿法彰、根寿法彰、君後東水法彰を受賞した。横溝家三代の業績を基盤とし、四代、横溝武志のと五代、横溝高尾が事業を継承拡大、今日の流星を確立し、現在に至っている。 また30番心臓を寄進した壮大、マスダ家は日本潜水の外を謳われるマスダ万吉を排出している。マスダ万吉は横浜距離打ちの A1 番艦のクラバンを務めた後、オランダ8番艦の番頭となり、オランダとの貿易を一手に担うこととなった。明治5年20代のイギリス製のヘルメット式潜水機とゴム製潜水服を輸入したことを端緒に、 自ら製造にも着手。これが日本における本格的な潜水の先駆となった。またゴム製潜水服の製造は、日本のゴム工業の始まりとも言われている。その後、オランダ八番艦艦州のノールトフーカヘフトの紹介で、横浜距離地一帯の製造業を受け負うこととなり、明治16年に、薩摩町消防組頭の石橋六之助と共に、両名舎及び、 横浜商館組を創設、清掃と消防を事業とした。その後、明治22年に内外潜水業を受け負い会社を創立。明治28年には沈没潜艦引き情報市会社の潜水部主任として活躍し、横浜秩庫や片平川洞水抵抗時に多大な貢献を果たした。これらの業績から日本潜水の祖として称えられることとなった。 ありがとうございます。